皆さんこんにちは、ビリジェンド大林です。スミスマシーンを使ったショルダープレス、フロントプレスですね。体の前にバーを下ろしていくショルダープレス紹介していきます。スミスマシンのショルダープレスなんですけども、肩の筋肉ですね、肩の前と真ん中の筋肉、あとは補助的に上腕三頭筋、二の腕の裏側の筋肉を鍛えていくトレーニングです。ダンベルですとかバーベルのプレスに比べると軌道が決まっている分、バランスを取る必要がないので、より重たい重量を扱えるということと、バランスを取らなくていい分ですね、若干肩の前側の筋肉に重点的に負荷をかけることができますので、目的に応じてですね、使い分けていただければなと思います。それではですね、背もたれはなるべく90度に近い位置にセットをしていただいて、手幅なんかバーベルのですね、ショルダープレスと一緒です。こうぐっと下ろしきった時に肘が地面に対して垂直になるような位置にしっかり握っていただいて、バックから外したら下ろして上げて、下ろして上げて、下ろして上げてという感じです。これ注意点2点ありまして、あまり下まで下ろしすぎると肩が窮屈になって痛めてしまうリスクが高くなるので、違和感が出ない範囲で、目線の高さから顎の高さぐらいの間ですかね、で止めていただいて、無理のない範囲で動作をするようにしてみてください。2点目なんですけども、重くなってきてしんどくなってきて、ぐーっとこう腰をですね、反らせてあげる方、たまにいらっしゃいます。こうするとですね、肩から負荷が逃げてしまって、大胸筋、胸の筋肉を使ってあげることになってしまうので、しっかりお腹に力を入れて、背もたれにしっかりですね、体をつけたまま動作をするようにしてください。はい、このバリエーションとしてバックプレス、頭の後ろに下ろしていくというやり方も OK ですが、これもですね、肩への負担が結構強めになるので、肩に不安がある方、肩を痛めやすい方なんかは可動域を狭くしながら、あんまりですね、こう下まで下ろさないようにしながら、ちょっとずつ様子を見ながらやっていただければなと思います。それでは今回はですね、スミスマシンを使ったショルダープレスのやり方解説をしていきました。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。